こんにちは。こんにちは。どうも、お久しぶりです。久しぶりです。約1ヶ月ぐらい。約1ヶ月ですね。はい。はい。前回、ちょっとまあ、腰がもうすっかりね、弱くなって、結構痛みが、足の裏とか、もうあるし、やっぱ股関節がなんか硬いのと、そうでしたよね。はい。あとやっぱりなんかもう体が痛いのを怖がってるんで、はい、何かとやっぱりもうちょっと自分で動き制限しちゃってますね。あ、まだやっぱり続いてしまっている状態ですかね。そうですね。やっぱでちょっとなんか座る時もなんかこう、はい、本当に腰の周り下の、まあ、今はちょっとまだ夕方なんでいいんですけど、やっぱりもう朝とか、全然もう寝起きとかが結構きつい。怖がっちゃってるんですね。本当になんか捕まってないと立てなかったりしゃがめなかったりする時がもう最近多い。まあ、筋肉も弱ったりしてしまいますし、気持ちも弱く、気持ち的にも脳もあれらしいですね。痛いっていうのが定着しちゃって痛みに敏感になってしまうっていうのはあるみたいですね。なんかまあ悪いよりはいいんだけど、はいはい、良いよりは悪い状態でこうキープしてる。ああ、はいはいはい。なんか難しいところなんですよね。そうなんですよ。あんまりたくさん動かしてしまっても痛めそうですし、じっとしててもやっぱり固まって苦しいでね。見させていただいて、はい、はいはい、ちょっと合ったやり方でね、はい、やらせていただきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあやっていきますね。はい、前回よりかはね、やっぱりまあそこまで大きくなさそうではあるんですけど、見た感じ。そこですね。ここです。うん、確かに、きますね。そこが、はいはいはい、右側が痛いんですよ。はい、ああ、なるほど。まあ、触っても痛いし、普段から痛いしって感じですかね。うん、なんかうん、まあ、その右側がやっぱそうなんかうん、なんかいつもなんかしっくりこないな。まあそうですよね。まあもう触ってみてもねボコッとしてますからね。違和感がありそうですもんね。そうなんですよね。でそこまで曲がってるのは本当に最近気づいたんで。こんなにボコってしてなかったですよ前。ああ。やっぱちょっと変わっんじゃないで飛び出してきちゃったとか。ああ、かもしれないですね。経験してた。なんかあったのかなと思いますね。やっぱり座りが多くなったからですかね。いや、前からこうだったらこれ言ってますもんね。そうですね。これこんなに目立ってはなかったと思います前は。まあそういう傾向はあったとは思うんですけど、ここまで顕著じゃなかった。たですよね。そうですね。少し痩せたりとかもありますかね。最近測ってないですけど多分ね、身も心も痩せ細いから細くなったりしちゃうとね余計目立ったりとかはありますよね。ちょっと右の方が骨盤高いですね。はい、というか、まあ、なんか右によれてるなみたいな感じはありますね。腰ね、なんか右に体重が乗ってるのは自分でもなんか歩いてて分かるんですよ。結構肩甲骨の左右差がありますよね。左の方がちょっとよりこう外側の方に、はい、行ってしまっている感じ で、はい、であとこう価格がよりですね、こう脇の方に近づいているというか、なんか肩甲骨の向きが違ってますね。こっちが、まあ、要はこっちにくっと外側の価格の部分がだいぶ脇の方に行ってるなっていう感じで、はい、なのでこっちちょっと上がってますよね。こうなっちゃってるので、はい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 、左肩の、ああ本当だ、触られて分かりますね。なんか違和感がありますよね。右と左でなんかこうやっぱり肩の端も違いますよね。本当だ、本当だ、状態が、うん、すごいすごい、うん、まあ、ちょっとだから、まあ、こう触ってみるとですけど猫背っぽくなってる感じもありますよね。ちょっと結構外の方にね離れ、はい、端以外離れてしまってるので
さ的にもちょっとまあ左右差でありますね。あ、ありますね。まあ、この右側骨が上がってて、うん、下の方が少し下がってますね。はい。うん、ここですね。もう右どれも上がってる感じ、ね、やっぱり右がこう、まあここに寄ってもいるし、こう下がって上がってがある、あるのもあって、あ、この、ね、厚みというか出てきてるかなっていうふうに思いますよね。ちょっと寄ってしまってる感じが、ね、全方向から寄せ集まってる感じが、でもやっぱり足も右の方が少しこう上がってそうなんですよね。なのでこう使うと合わないんですよね。全然違う。なんかやっぱり足もまあちょっとそうやって動きが少なくなったせいでむくんでるとかもありますかね。ちょっと腫れぼったいというか足少し太く、左の方がやっぱり痛いですね。ふくらはぎとか膝裏とか左の方が痛いですか、はい、左側、はい、膝裏とか、あ、歩いててそんな感じですか。あ、歩いててそう思うんですね、はい、右はなんかもう体重が乗っかってて、なんか 重たい感じが、あ、ちょっとそれぞれ違う不調がある感じですね。まあ、全トータルもうなんか悲鳴上げてます。そうなんですね。うわ、痛いですね。痛いですね。右のが痛いですね。それそうですね。こっちの方が凝りがすごいあります。なるほどですね。すいません、こんなの。とんでもないです。大丈夫です。そうですね。じゃあちょっとまず痛みのチェックしていきましょうか。はい、痛いですね。この辺が特に痛い。そうそうそう、端になると痛い感じで。はい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 。はいはいはい、もうなんかこっちもこっちでありますね。痛い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 。ずっとここことかすごい掴みにくい。痛いですね。左もちょっとね、嫌ですね。なんかゴムっぽい感じになってますね。右ほどじゃない。いやでも痛い、やっぱり痛い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 。なんか左の肩幅が狭いから、まあ、こう上がってるからですよね。ここ、はいはい、がね、狭くなってる感じですね。うん、まあ痛いは痛い。でも右の方がより痛かったですかね。そうですか。どっちがより強く痛い。もう右に軍配が。右ですね、軍配が。はい。じゃあちょっと首の方ですね。これ痛いですね。左もありますけど、やっぱ右ですよね。はい、痛い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 、まあこれも痛いですけどね。まあ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 、痛い。でもまあなんか左はまだまあまあみたいな、痛い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 、右側も痛いって言わずに切られないぐらいなですね。右ですね、はい、痛みね、はい、まあまあ、じゃあちょっと右の方に肩首のあれがあったんで、前にちょっとこうしていただいて、はい、はい、ちょっと揺らしていきますね。はい、すいません。後でちょっと腰椎調整していきますね。すいません。手をこう下にまっすぐ置いてても、なんか体が曲がってるの分かりますね。肩の位置が違って、なんかそうですよね、下に下ろしてる感覚は右と左で全然なんか、あ、そう、分かりますか。そうですよね。そう、肩甲骨の位置というか向きというか、結構違ってましたからね。だいぶ、左右差出てると思います。参ったね。やっぱりなんかそのもうね、エレベーターでもうーんってなるっていう言ってましたけど、それはまだ続いてます。そこまでではなくなりました。あ、大丈夫。ひどい時はってことですよね。そう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 、で
寝たりとかはまあ今そこまでその起きる時に今辛いっていうことなんですけど、起きてなんか、うん、あの立ち上がってもしゃがむ時に物に捕まらないとちょっと、はいはいはい、あなんか固まってる感じっていうんですかね。なるほど、はい、ちょっとこう安定が不安定なというか。そうですね、だから顔を洗う時がおっかないですね。あそうですね、ちょっと顔洗う体勢つらいですよね。腰痛い時はね、中腰やばいです。中腰はちょっと慣れないです、ならない方がいいですし ね、 ね、まあ、うまくこう膝使ったりとかして ね、 ね、うん、背中丸めちゃダメですよね。そうなんですよ、うん、動かないですね。こっちも硬いですね。やっぱだいぶそうですね、緊張が残っちゃってるというか、ね、うーん、固まってしまってますね、だいぶ。痛みはないですか、今こう揺らすのは大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫ですか、はい、なんか合ってるってくださいね、はいはい、全く揺れてねえなって感じ。すっごい動かない。全く動かないです。まさに 一枚岩っていう感じでね、なんか、いつもあったらこれ気持ちいいんですけどね。そうですよね、何にもなんかこう、うん、ないですよね。揺れてこないですもんね。揺れてないですもんね、うん、なんかこう本来であればね、椎骨一つ一つがこうね、こう横にこうしなる、そうしなるのあるんですけど、ええ、なんか一本の鉄の棒のような動く気配なしみたいな。ね、なんかバレって感じ、だいぶですねこれ、はい、うん、なんかちょっとこう硬さが定着しちゃってる感じなんですかね。いやこれひどいっすな、本当。そうですね。やっぱなんだかんだ言って結構まだその生活の中で無理が多いんですかね。そうですよね、まあ、いきなりはね、なかなかね。全然こう、うん、ゆっくりっていうのがないんですよ、うんうん、前よりはいいんですけど、うんうんうん、寝る時間を増やす、ね、前がもう極端にダメすぎっていう状況ですよね。誰が見てもダメでしょっていうぐらい追い込んでましたからね。今でもまだ結構忙しいってことですよね。そうですね、うん、だからですね、こう揺らしてと思ったのはその腰もそうなんですけど、背中の真ん中あたりまで、真ん中あたりが特に硬さ強いのかなみたいな感じしましたね。全く動いてないなっていう感じが出たのはそこなので、首とかはまあ今一応こう揺れはあるので、腰の方もまあ硬かったですけど、この辺に比べれば動いてたなと思って、うん、まあこうまだねちょっとギクシャクって感じではありますけど、でもここに関しては本当に全く微動だにぐらいの揺れなさがちょっと尋常じゃないっていう感じだったので、この硬さが一番まずかったのかなと思いますね。ここ硬いですよね。いやもう全然です。そうなんですよ、まあ、一応ちょっと上と下やったのでさっきよりは揺れてるんですけど、最初の揺れなさ具合が人の体としては不自然なぐらい硬かったっすね。まいったな。だいぶまだ今硬いですね。息があんまり吸えてなくないですか。多分呼吸が浅い状態であろうと思われるんですけど、はいはいはい、そう思うんですね。ちょっと鼻炎で、はいはいはい、鼻からあんまり息吸えてない。ああ、なるほど、なるほど、うん、なんかやっぱり呼吸浅い感じもすごい感じるので、なるほど、そうですね、うん、そうかもしれないですね、うん、なんかうまくこのその首から腰までと伝わってないというか、止まってる感じ。なるほど、うん、
辺が本当に痛いですね、やっぱりね。多分さっき硬すぎて痛いまでいかないっていう、動かなすぎて今ちょっと動いてきて痛いっていう状況ですね。そんな感じですかね、はい。いやーこれは何かなぜかなんかなんだろう、わひどかった時よりもちょっと厄介な感じになってるかもしれないですね。ちょっと 防御反応なんですかね。体を、そうそうそう、なんかうまく連携が取れてなくて、はい、体のバランスがなんか前よりこう固まってるところがより強く固まってる感じが、いや揺れて、面白いこと揺れないですね。いや本当今日すごい揺れてないです。今日いつもより長めに揺らしてます、ね。やってますね。ちょっとこれ5分じゃ足りないなと思って。はもうちょっとね、この方でいいんですけど、こんだけやって全然揺れてないです。でも腰の位置とかは良くなってきてるしね。ああ、本当ですか。まあ、ここも最初より揺れますね。っていう感じで、一旦これぐらいで戻します。はい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 、はい。足が、ああ本当だ、になっていますよね。かなりふくらはぎも柔らかく、さっきより、はいはい、多分こう痛みもこの辺とかどうですかね。あ、左がねやっぱりちょっとなんか、はい、なんか右はまだ全然、まあ、最初に比べるとかなりこう張りが取れてますよね。はいはい、気持ちいい。揺れるぐらいになってきて、でまあさっき右の骨盤高かったんですけども、それもまあ収まってる感じですね。高さは良くなっていて、はい、もう出てる感じはあるんですけど、右にずれてる感じは減りましたよね。真ん中に、うん、寄ってます。はい、で肩甲骨の感じもさっきよりね、その左右差なくなって、肩幅も同じぐらいっていうか、はい、骨差差がなくなって、はい、向きがね、まず良くなって、高さ的にもこう、はいはい、同じように来てるので、はいはい、痛みですね。お、痛くない。痛くないですね。おー、痛くない。ずいぶん、まあ、よくは良くなりましたね。まあ、全然、あ、全然痛くない。はい、大丈夫ですね。首の方も結構緩みましたね。あ、本当だ。うん、おお。まあ、だいぶこの辺良くなって、まあ、凝りはね、見つかるんですけど、いえいえ、でもなんか、みたいなね、はいはいはい、痛さとか、あ、不思議。うん、ないですね。不思議。いや、本当、すごいですね。はい。そうですね。で、まあ、これで、まあ、状態としては、骨のね、あの右へ寄っていく感じもなくなっているので、この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。で、哲也さんのチャンネルもありまして、いろんな方とねコラボをされたりとか、はい、体に悪いこともいっぱいやってます。ちょっとね、ご興味ある方はそちらをご覧ください。よろしくお願いします。はい、 See you。